sano chagwa usagate menso ye はい、さあ、イーグス予中がなびらユンタンジャー出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、4月の5日火曜日、旧暦では3月の3日、はい、3月3日ということでございましてね、3月3日こう浜売りということでありましてね、浜売り、先ほどまで、ね、番組をしておりました、まあ、こうちゃんの番組をねピンチヒッターで頑張っておりました、ひるみさんなんかね、今からこう浜売りに行くということでありましてね、やっぱりこうもうちょっと若いかなと思ったら、若い人はあんまりそういうこと考えないんですけど、やっぱりあの年になりますとね、やっぱり浜売りしないとですね、こう気持ちが落ち着かないんでしょうね、年齢的にまだいるから、もういないね、大丈夫だね、はい、まあ、これからね浜売り行くということで、読谷のね、浜売りでまた貝拾いなど行くのかなと思いますけどもね、皆さんもどうでしょうか。さあ、ここ読谷村の方ではね、残波岬方面とかで、浜売りする方も多いわけなんですけれども、リーフカレントにご注意いただきたいということで、二大消防等からですね告知も来ております。潮の満ち引きね、特に沖の方ね、読谷はこうリーフが多いですから、そういうところでこう潮と、あの貝を取ってる時にね、潮が満ちてくるのか分からなくて、つい取り残されてしまうと、そういう事故もね過去に、ございました。もう11管区がね来てヘリで助けたということもありますので、どうぞそういうことがないようにお気をつけていただきたいとね、思います。さあ、そんな、今日もね本当にこう暖かくなってまいりまして、もう夏まっしぐらっていう感じのねここ、沖縄なんですけれども、どうか、安全に楽しくですね浜売りも楽しんでいただきたいなというふうに思います。さあ、お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。今日もゲストを迎えての1時間ということで、私も番組担当させていただきます中曽根智晴です。どうぞ1時間お付き合いください。ゆたしくウニゲサビラ。さあ、4月の5日ということで新年度も入りましたけれどもね、またそろそろ、まあ、明日明後日ぐらいですかね、入学式とかいうこともありましてですね、学校の準備とかね、こういうふうにしている人たちもたくさんいるんじゃないのかなと思いますけどもね、最近聞きますとこう、高校生ぐらいの子たちがですね、こう携帯を求める親子がすごい多いということでですね話を聞いております。やっぱりこう中高生、まあ、中学生ではまだちょっと早いかもしれませんけどもね、高校生あたりになるともうほとんどの子たちがこう携帯を持ち始めているということもありまして、にわかにこの春休みの時期はですねもう携帯屋さんは大忙しだということでね、聞いております。まあ使い方、携帯電話の使い方ね、もうバスの中でも最近はみんなねあのユンタクシーの絵らしいですよ。最近は全部こうあの、携帯を持ってね学生たちはやってるというピコピコやってるということでね聞いておりますけども、どうか、コミュニケーションはねフェイストゥーフェイスでやれる機会をね多く作っていただきたいなと、そんな感じで思います。さあ、今日もですね、今夜見たん、ザキミ上空はもう本当に青空でございましてですね、日中の最高気温本日22度まで、予想よりね上がりました。この後の降水確率 20% から明日まで 10% ということでありますので、雨のもう予報はねございませんね。今日明日と晴れという天気になっております。明後日まで晴れですね、はい。この機会にどうか車も洗ってね楽しんでいただきたいなと思います。さあ、それではですね、番組進めてまいります。今日のゲスト、この方でございます。ご自身で自己紹介していただきましょうかね。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。エアエクスプレスの国吉でございます。本日は、主演ということでちょっと緊張気味でございますけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、国吉社長と私はあのじゃあ、もうラジオでは何度も言ってますが、私も旅行業をもともとやっておりましたので、はい、その時代からのお付き合いでございましてですね、はい、ラジオ聞いてる皆さん方、ネットご覧の皆さん方ではエアエクスプレスってどんな会社なんだろうかって思ったりするわけなんですけど、そうですね、まず国吉社長、はい、ちょっと事業内容みたいなものを少しちょっとお話ししていただければ。はいはい、実はですね、この会社は、1978年、はい、実は今日4月5日に開設されましてですね、はい、今日が設立記念日ですか。はい、今日実は、はい、ありがとうございま す, すい 今日がね実は会社の創立記念日なんですよ。はい、本当に私偶然ですね。
だ代表者としてはここにいる場所じゃないんだけどただ職員にはね、はい、部長にお願いして実は私は電波を借りてね会社の創立を祝ってもらおうということで勝ち参じて許していただきました。聞きましたけども実は偶然なんです。それが4月5日。じゃあ会社設立記念のちょっとご挨拶を1個世界中に向けてでもすごいじゃないですか。そうですね、はい、実はもう34年でございます。34年ですか、はい、そうですか、おめでとうございます。元々、はい、ありがとうございます、うん、この会社はですね、もともとはチャーター会社なんですね。航空機のチャーター会社で昔はね、はいはい、いろんな航空会社もちろんコンチネンタルとか、昔はですね、いろんな、あったんです。グアム、ね、はい、飛んだり飛行機、うん、実はそういうのをしながら今現在はですね、はい、うんうん、これ今アシアナ航空の、はい、まあ、いえば総代理店、はいはいはい、GSA というのをやってましたけども、うんうん、これも4月3月で終わりまして、空港業務は要するにチェックインカウンター業務ですね、それの代理をやってるわけで、はい、また7月からはですね、沖縄の国際線、うん、JAL の代理業務で、沖縄から飛んでますチャイナエレイン、これが、はいはいはい、毎日2便飛んでますね、あと中ソース台北に、うん、それ飛んでます、うん、それとあと中国東方航空、はい、これは上海の方飛んでますね。あ、飛んでます飛んでます、はい、で次は、香港エクスプレス、うん、これは、香港の方に飛んでます、はい、そして実は4月から、6月までは、まあお休みしてます、はい、ドラゴン航空、これキャセイパシフィック航空会社の、子会社に吸収合併されましてですね、はいはいはい、子会社が実はまた7月からフライトを返しますけども、そうなんですか、はい、それと今までやってましたアシアナ航空、はい、それの含めて、はい、そうです、うん、今、5の路線をやってました、うん、それの、まあ3月までは、はい、実際上アシアナ航空のみだったんですけども、うんうん、これが、4月以降、そして以降、正式には7月頃からですかね、はい、国際線のカウンターの、うん、代理業務を我々 AI エクスプレスが、委託されるということ、まあ、うん、メインがそれになりまして、うんうん、あとは国内の方でですね、うん、国内の方でツーリストが親会社になりますので、あ、沖縄ツーリストか、はい、そうですね、はいはいはい、それの、まあ、いえば国内のハンドリング業務ですね、うん、JAL とかなで、あ、なるほど、はい、飛行機のチケットを、はい、空港カウンターで、はい、そうです、はいはいはい、その業務を実は、うん、させてもらってます。じゃあ AI エクスプレスさんは主に今は、空港カウンターのそのハンドリング手続きの業務を、はい、こう航空会社の代理、最近航空会社さんも、はい、ね、まあ、うん、この世界的この厳しい経済状況の中で、はい、こうやっぱり一航空会社の職員がやるんじゃなくても地元に委託するというような、そうですそうです、もう航空会社も今ご存知のように JAL、ね、もね、どん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 リストラされましてですね、そういう面では航空会社もますます厳しくなっている状況ですから、はい、まあ、沖縄の那覇空港もですね、うん、JAL さんも今 JTA さん、そして那覇スカイ那覇さん、そして全日空はエア沖縄さんという形で、はいはい、今後国際線の方を我々エクスプレスの方に委託という形になってますね。国際線も結構こう競争が厳しいという話をね、我々は雲の上の世界ですから、なかなかこう具体的には伺いませんけれども、最近なんかLCC ですか、ローコストキャリアということで、もう、 こう沖縄をの上空を飛んでるそういう格安の航空会社っていうのがもう世界中にはいくらでもあるという、今そういう形で日本の方にも、はい、羽田のこの間、ね、羽田空港の国際線がオープンしましたね、はい、あ、オープンしましたね、はい、それはもちろん従来の会社ですけども、うん、その LCC がですね、どっちかというと成田の方にほとんどなってくると。なるほど、もうもちろん沖縄の方にもいずれは入ってくるだろうと、はい、なるほどね、じゃあそういうエクスプレスさん、こういう、まあ、ハンドリング業務というものをも、はい、一点にこう受けていくという形 で、はい、ううで、この夏からはまた、JAL とかそういうのも、はいはい、やっていくということでね、はい、まあ、皆さんが、ね、ラジオ聞いている皆さん、ネットをご覧の皆さん方が那覇空港から出発するときに、まあ、こう特に国際線なんかでは、チケットの取り扱いをされるのは国営社長のところのスタッフの方々がそうですほとんどもやっているということで、はい、そうです、あ、そうですか、はい、なるほど、お世話になりますね、いいはい、というわけで今日はですね、このエアエクス
プレスというね、会社が、まあ、今日が、まあ、なんとこう偶然にもこう設立記念日であるということで、うん、本来であれば社長の訓示はこう会社の職員の前でねやるべきなんでしょうけど、今日は、ね、ラジオを通して世界中の方々にインターネットを通してですね、はい、エクスプレスの34年を今日はこの1時間でお祝いしていただきたいなとありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、もうなんとも偶然でね、うん、はい、さあ、まあ、この、エアエキスプレス株式会社、まあ、34年ということで、はい、これまでの功績の中では、やはりこう今おっしゃっていたようにチャーター会社という形もありましたし、ね、私、まあ、旅行業の部分でも、そのツアーとかもよくパッケージもされてましたよね。うん、前はですね、うん、ホールセーラー的な要素を持ってましたので、アシアナ航空の、うん、そういう代理旅行者を中心にですね、代理販売はやってました。現在もですね、うん、実はアシアナ航空のみだけはホールセーラーとして今後もさせていただくと、うん、そうですか、はい、そういう部署がありますので、そこでまた、させていただきたいなと思います。なるほど。やっぱりこう、まあ、ソウル、ね、近い国でもありますし、うん、まずは結構もうアシアナ路線が開設されてからどれくらいになるの？そうですね、実は今月ですね、4月23日で、丸19年ですか。おお、もう19年ですか。19年なんですよ。早いですね。早いです。そうですね、言われてみたらそれぐらいになりますよね。19年か。なんかソウルから飛んでくるということですごいこうキムチの香りいっぱいみたいな話をしている時代が我々ありましたけどもね。おっしゃる通りで、本当に。あ、そうですか。もうあっという間の19年でございます。もともとこうクネさんもね、アシアナ航空時代もございましたよね。はい、そうです。ちょうど1992年、4月23日に、アシアナ航空が、沖縄に開設されたんですね。その時の、うん、まあ、販売課長として、はいはい、実は、ツーリストからアシアナ航空に呼ばれました。ね、はい、ですから、それからずっとですので、うん、もう19年になりました。はい、国吉さん自体は、うん、ちょっとプライベートのことで申し訳ないんですけど、はいはいはい、あれですか、もともとこういう旅行業かそういうものでずっとされてるんですか。はい、そうです、そうです、実はそれまでは沖縄ツーリストに16年ああそうなんですか、はい、おりまして、ですから縁がありましてですね、まあ、実は読谷もですね、はい、私新婚当時住んでましてね、イラになってる、はいはいはい、あ、そこそこです、はい、そうです、そうです、そうですか、懐かしいなと思いながらですねちょっと待ってください、新婚当時っていうのはここ最近ではないですよね。もう新婚にもいろいろあるみたいですけど、はいはい、もう28年前ぐらいですか。そうですか、はい、フィルターに住んでおられたんですか。はい、よくこの辺をうろうろさせてもらいました。なるほど、でもなかなかもう社長お住まいは今どちらですか。今はね、那覇市の四季名の方に住んでますけど、ということであればこうほとんどこう那覇市内でもう職場もそうですしね、暮らすことがあると思いますが、こう大谷に来る機会というのはあんまりないんじゃないですか。そうですね、たまたまですね女房が実は、名護の保健所、はいはいはい、羽地駐在におりましてですね、それでお互いに中間の場所っていうのがたまたまこの読谷の稲見長ですね。なるほど。お互いに綱引き状態でですね女房はどうもね女村の方に住みたかったようで、なるほど、いかにできるだけ近く、自分の近いところ、私はできるだけ那覇の方にとでお互いにちょうどいいぐらいがこの稲見のあたりがですね。なるほどね。やっぱり街がないんですよね、これ。まあそうですよね、確かに。これからね、やっぱり今言うようにこの稲見の中ちょっと越していくとですね、はい、やっぱりホテルはありますけれども、このモンビーチャートのアパートも ないんですよ、うん、はい、そうでしょうね、まあ、でも二十何年間前っていうともっとないですからねないです、おっしゃる通りでございます。なるほど、そうですか、ですから懐かしい思いでね、うんうん、僕このそばにいながら、うん、そしてこのスタジオから見える風景見ながらですね、はいはいはい、正直言ってその当時を思い出してますね、うん、そうですか。さあ、なんかこう国吉社長のですね目がこうピンク色になる前に一旦コマーシャルをお届けしてですね、まあ、沖縄の旅行業それから航空業界などの話をですね、はい、コマーシャル開けた後にですねちょっとお話を、はい、伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、お送りしておりますユンタンジャ山ですよ。今日は、那覇の方から、ね、来ていただきましたエアエキスプレス、そちらのですね、クネ社長来ていただいております。
さあコマーシャル明けましてユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストは、沖縄のですね那覇市にございますエアエクスプレス株式会社代表取締役社長であります、国吉明さんお招きしてお話を伺っております。はい、さあ国吉社長、まあ、先ほどまでね、はい、海田ゆかりがあるという話を伺いましたけれども、はい、ね、そういうのを聞くとまたさらにこう親しみが湧きますね我々ユンタンジャンジュッとしますよ。そうですね、はい、私もね来るたんびにいろんな風景見ながらね、うんうん、はい、あ、こここう変わったな、あの時ああだったなっていうのがねやっぱり出てきますよね。もうだいぶ久しく来られてなかったでしょうからね。そうです。ですから、うん、最初見た時にですね、はい、この役場の、ね、建物自体も大きく変わってますよね、レンガ亭で。そうですね、赤があらでですね、立派になったなと思ってですね。ありがとうございます。前の役も知ってますけどこれだけね、はいはい、あのその役場が変わったのもねやっぱりすごいなと思いました。ね、はい、うん、まあ、この飛行場跡地を ね、軍用地返還から、うん、平和を訴えたいということもありまして、こういうセンター地区という題しましてですね、ね、うん、行政機関から学校関係とかいろんなものがこちらの方に徐々に徐々に集まってきて、うん、まあ、村民憩いのセンター地区になっていただければという思いがおそらく行政の皆さん方も含めて村民の皆さん方があるんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、じゃあこの辺ですね、またちょっとこう航空業界とか、はいはいはい、観光業界とかいうような話をですね、はい、まあ、先ほど少し伺いまして、沖縄にはこう路線網としては4路線、はい、で航空会社が5つの会社が沖縄の方に入っているということもありますが、はい、まあ、やはり、海外をメインにされているということもありますけども、どうですかね、今、まあ、中山知事 もう600万人をこう、そうですね、ね、国内も含めて、はい、入れていきたいと、はい、入域客を、ね、増やしていきたいということなんですけど、なかなかこう、いろんなことがこう起きて、そうですね、そこまで今回の震災とかですね、ちょっと足踏み状態ではありますが、はいはいはい、業界としては、今今回の震災も含めてですけど、どうやっぱりご覧になってますか。そうですね、うん、確かに今これから海外が伸びてくるかなという時にですね、うん、はい、ああいう東北の大震災があってですね、ちょっと中断されてますけども、うん、ただまあこれもあとしばらくするとですね、はい、沖縄は絶対観光地として大変やっぱり注目されてましてですね、うん、実はその間北京とかいろんなところが来る予定はあったんですよ、はい、ただまあ今回トータル的に日本という見方でですね、特にこの原発ですね、それがやっぱり地震よりも原発の方がね大きくやっぱり皆さんはちょっと控えさせてたのかなという感じしますけども、ただその中でまだ沖縄の方にはですね、まあ韓国あたり東北を予定したのが沖縄にまあ変更すると、コース変更するとか、同じ日本であるんだけども、そうそうそう、南の方にということで、はい、そうです、はい、ですからそういう面ではまあ、僕よく職員にも言いますけども、昔映画館っていうのはね暗かったですよね、はい、そうした場合に映画館今はねちゃんと最初からですけど、うん、途中から入る場合は真っ暗しみ何が分からない、あ、そうでした、その時に、隣の席座ったら席が座ってるとかね、あ、それがだん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 目が慣れてくると、はいはいはい、そしたらあどこが空いてるんだなって分かりますよ ね、慣れてくるね、うんうんうん、そういうのと一緒でね、うん、おそらく今トータル的に日本は怖いという見方をされてる、でゆっくり目が慣れてくると、はい、やっぱり沖縄は大丈夫なんだと、あ、なるほどなるほど、という形になってくるんじゃないかなと、うんうんうん、おそらく、うん、今はトータル的に日本は怖いというイメージがあるので、うん、だん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 やっぱりこれが正確な報道がしてくるうちにやっぱり、世界の皆さんもどこに沖縄があるかという形ではね、うんうん、僕は沖縄というのはもっともっと良くなるし、うん、またなおさらですねいろんな形で、富裕層も僕は、はい、今後はやっぱり南としてやっぱり広がっていく、これから僕は逆に沖縄は景気良くなるんじゃないかなという、うん、まあ、違う見方もありますけどもですね、うん、でも私ども の弓田村のですね石見村長もおっしゃってましたけども、やっぱり 9.11 の経験を皆さんなされていて、やはり今偶然にも我々が幸いんですね、災害を受けなかった、はい、いう立場であるならば、我々が今この沖縄からですね、日本経済を本当に牽引するかのごとくぐらいの思いで、いや、おっしゃる通りです、もう本当にどんどん、もう海外から特に、ね、国の社長のところであれば、うん、もう海外からどんどん沖縄に来てくれ、はい、っていうことをね、おっしゃる通りです、やるべきでしょうね、はい、僕はね、おっしゃる通りでね、うん、本当に沖縄がある意味での、まあ、なんですか、牽引者みたいになってですね、はい、やっぱり引っ張っていきたいし、やっぱりこれから僕は沖縄はその機会に、うん、先ほどのね僕の好きな言葉でチェンジチャンスという言葉がありますけどね、チェンジチャンス、はい、何か変わるときにチャンスは生まれてくるんだと、あ、はいはいはい、よく皆さんピンチチャンスという言葉、僕はピンチチャンスよりもね、チェンジチャンスの方がね、なるほど、
好きな言葉であるし、現状の見方をピンチと見るのではなくて、これは変わる時なんだと。そうですそうです。まあね、よく言うじゃないですか、はい、両替する時にね、うんうんうん、あの海外両替する時に、はい、両替する時にこう利益が生まれるんですね。あ、そうですそうです、ね、三民の中 ね、 ね、うん、で私はね、実ははっきり言いますけど、うん、私は天才でもないの、秀才でもない、でも詳細はあるんですよどっちかというとね、私の見方は詳細だから、人三民ができるわけですから、だからそういう面ではですね、沖縄っていうのは、僕は要素っていうのは十分に隠されてるんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、うん、あ、そうですね、確かに、うん、まあでもそういう時だからこそ沖縄が、まあね、今最近巷で震災後すぐに言われたのは、ちょっとこうイベントをね、自粛しましょうとか、旅行を控えましょうとかいうようなことがよくにわかにこう流れてきましたけれども、うん、そういうのではなくて、本当に今私たちができることはそういうことなんだと。そうです。で、昨日もね、ちょっと別のあのメディアで見てましたけども、はい、うん、ぜひあの東北の商品を買っていただけませんかっていう話を ね、されてたわけですよ。はいはいはい、なるほど、そうだなと、うん、彼らの作ったものを私たちが買うことによって、その流通が東北と沖縄で成り立つと。 そうですね、ええ、それはやっぱりやるべきだなと思いましたよね。ですから今見てるとですね、うん、公共的なあの、まあ、国がやってることにほとんど危ない、危ないですよね。そうですね。じゃあ何がね、うん、安心なんだと、うん、やっぱり逆にこれ安心なものもね、言うべきだと思いますね、うん、怖がれば、やっぱり国がこう言って怖がってくればですね、はい、もうみんなやっぱり、やっぱりなのですか、小さくなってしまいますよね、ですからそれはどうもないと、うん、確かにまあ危ないところあるかもしれないけども、うんうんうん、でも安全な部分もあるんだろうと思うんですよ、うんうんうん、やっぱりその辺もですね、まあ、我々この震災じゃないんですけども、うん、あんまりおこがましくて言えないところもありますけども、うん、やっぱり安心ができる生活のできるコメントも欲しいですよね、はい、うん、なるほどね、そうですね、うん、まあ、総合的にあのもちろんね、今するようにそういうことも必要だと思いますけど、やっぱりこう安心を発信するメディアがあってもいいかもしれませんね、うん、そうですね、東北のこの部分は今安心になりましたよっていう、うん、その安心の部分だけを告知するのがあってもいいかもしれませんね、それとかやっぱりね、読谷村なんかのどかじゃないですか、うん、正直言いまして、はい、やっぱりこのね、沖縄リゾート地ですよね、うん、やっぱりそれもある意味でのね、癒し、うん、心の癒し、なるほど、ですから逆に海をのね、はい、光景の話をするとか、うん、山の光景の話をするとか、うん、やっぱりその穏やかな、心になる、はい、そういう、まあ、もちろん音楽もしっかりそうなんですけども、うんうんうん、それからすればやっぱり皆さんのこの FM 読谷の、はい、これっていうのはとても大事なことじゃないかなと。電波で今特にテレビがない、うん、できないですね、うん、そういうところでは。そうですね、やっぱりラジオという中ではですね、はい、大変僕は重要な役割だと思ってますけどね、はい、まあ、東北各県においてもですね、12局が、はい、新しく災害放送局として、各市町の方が、申請をしてですね、新しく立ち上がって、もういわゆるあの行政側としてはもう広報する手段がそれしかないんですよね。なるほどですね。災害防災無線もですね、ほとんど倒壊状態なので、はいはいはい、ですからもうラジオでもって情報を発信するということ。唯一あれでしょうね、うん、公共でですね、行政と一緒になってのこの FM 読谷ぐらいですよね、はい、後の FM はみんな民間ですよね、うん、そうです、まあ、まあ私たちも民間ではありますけどもね、うんうん、あの行政がもうかなり協力いただいてるので、ね、役場の中に放送があるというのはこれ読谷だけじゃないですか全世界通しても、はい、まあ、そ、あ、本当おっしゃる通りですね、僕はそうだと思いますよ、はい、あまりないですね、僕は聞いたことないですねあんまり、まあ、もしあるところがございましたら教えていただきたいなと思いますけど、はい、でも本当にこういう意味ではその読谷は行政側との本当にこう本当に合致したそうです、ね、スクラムが組めてるんじゃないのかなと、ね、ある意味で羨ましいですね、はい、まあ、あのおそらくこう那覇市民である久根市長は、はい、あの市長の話はね、テレビとか、ね、ちょこっと見る機会あると思いますけど、ええ、私たち読谷村民はここであの毎月1時間読谷村長が話してますからね、はい、じゃあ直にそばで直にもう、しかもインターネットを通して世界中に発信してますから、ね、ある意味で羨ましいですねじゃあ、 あのある意味で村長ともお友達みたいなもんですか、まあ、お友達怒られますけど知ってるぐらいで、 でもそのぐらいそのぐらい、何ですか、身近に感じる、うん、そうですね、ね、うん、感じたんだろうなと思います、ね、はい、おそらくそれぐらい村民の方々もだいぶあの親近感はそうですね、特にまたこれ役場の中だし、ね、そうですね団地で会ってみたりするかもしれない、はい、気軽に、はい、まあ、でもそういう、まあ、情報発信という部分でも、うん、私たちの役目も当然ありますけど、やはりもう、久根社長方のようにやはり来られる方々 の、 その、ね、あの業務としてもまた、うん、あの航空会社として、それから旅行会社
社としての その間のね、あの部分を担っているという意味ではで、やはり受付業務がメインでありますし、はい、スムーズにやっぱりこう輸送をやるっていう、ね、意味では安全 でとてもね、あの重要なポジションだと思いますが、はい、この、まあ、今回こう海外からの受け入れとかも今ね、お話をされてましたけど、今後やっぱりあの沖縄として、はい、このまあハブとハブ空港とかね、那覇空港言われてますし、これからもまた、はい、滑走路を作ったりとかいろいろなお話がありますけども、はい、そのハード面はまあ我々こう見えてきますが、はいはい、海外からの見た沖縄ってどういうふうに言われてますかね。そうですね、あの実は意外とですね、あの、まあ、県も積極的に中村市始め、誘致をしてますよね。ただあの、ね、逆に海外からはですね、あの大変失礼な話かもしれないけども、聞いた話なんですけども、本当に受け入れ大丈夫なんですかって、あの空港でとよく声がかかるんですよ。っていうのはご存知のように国際線国内線はね、立派な国内線は、ね、立派ですよ ね、 立派 で すよね。でも国際線はターンテーブルが一つしかない。そうそう、しかもね、なんかプレハブっぽい感じ。そうです、あの、ね、見た目がやっぱりね、世界の空港として、正直って皆さんハブと呼んでますけど、私からハブではないですね、ミミズじゃないですかね、どっちかというと。もう中山知事聞いてますか。もうハブ空港と言えないですよね、国際。確かに国際線はね、ちょっとあれは悲しいですよ ね、 ね、みんな言いますもん。ハブってのはあれは自転車のパーツみたいなもんでしょ、はいはい、中心になって、中心になって ね、 ね、それはハブですね、読谷村にいるそばにいるハブとはちょっと違いますよね。出てくるハブとは、あのハブとはちょっと違いますけど ね、 ね、はい、でもそのハブっていうんですけれども、私から見るとハブには見えないんですよ。 ね、なぜかというと、実は、大変頭に痛い、まあ、関係者の方は、耳塞いでほしいんですけども、まず国際線ターミナルの待合室のロビーの中はですね、200ぐらいしか椅子がないんですよ。っていうことは、ジャンボ級が来たらまずダメですね。そうか、あれ5、600、そうです、500名近くですからね、はいはい、そしてまた B6 っていうのが260名乗りなんですよ、あれもまず無理ですね。今だから小さな飛行機、要するに B3 という140メートル ね、 あ、はいはいはい、ね、あのそういう飛行機しか来れない。な、逆に言わせればもう2機バッティングしてしまうと、まず待合所に入れないという。しかもあのターンテーブルは一つしかないというのはね、荷物がもう、2箇所の公開価値はどうしようもないわけですよ。わかりました、はい、いやちょっとね、あのいい話してるんですけど、一旦コマーシャルをお届けしますが、引き続きまたお願いいたします、ね、はい、わかりました。はい、一旦コマーシャルをお届けします。はい、お送りしておりますインターンジャーデマンですよ。今日のゲストは
エアエキスプレス株式会社代表取締役社長であります国吉明さんをお招きしてお話を伺っております。国吉社長、はい、まあ、ちょっとこうノリに乗ってきましたので毒舌が結構多くなりましたけど大丈夫ですか？ちょっと危ないかもしれないなと思ってるんですけども。でも今伺って改めて、確かにこう、ね、誘客活動、はい、まあ、日本国そのものが、まあ、ビジットジャパンキャンペーンということで ね、 そうですね、いろいろビューローも含めてこうやってるわけなんですけれども、はい、県も もちろんそれに漏れなくですね、こう PR 活動をやっぱり海外にやっておられますが、はい、受け入れ側の問題がやっぱり大きいです、ね、向こう側からするとあの空港で大丈夫ですか？です中井さんみたいな感じになってるのが。そうですそうです。おそらくこの間もですね、うん、実は我々実はキャセイパシフィック、はいはいはい、それの沖縄の総代理店もやってるんです。これは香港、そうです、はい、はいはいはい、香港の、はい、でその子会社っていうのが、今沖縄飛んでますドラゴン航空がそうなんですけども、はいはい、先ほどおっしゃってましたね、この間、うん、中山知事は多分香港で、まあ、キャセイの社長から、はい、言われた言われただろうと思います。大丈夫ですかと。なんか嬉しいですね、こんな話が今ここで聞けるっていうのはね。読谷村の人たちは、こんな話が聞けると思ってないはずですからね。そうですね、それで、おうおうおう、すぐ急遽戻りまして、はい、その準備をしたという話もなるほど、ね、まあ、聞こえますけどもですね、うん、今だからでもあれだけ今おっしゃってみたいに200名の待合室とかであったら確かにもう本当飛行機1本しか入りませんよという、しかも小さい飛行機でみたいな。前にですね、私実は新聞で紙面でですね、はい、載せたことあるんです。あ、そうですか。でその時まで180だったんです、紙面でそれ書きましたらですね、40ぐらい増えましたかね。改造してもらいました。多分おそらく今回また、ね、ね、うん、電波通しますと今度はあと30から100ぐらい増やしてくれるんじゃないかなと期待がありますけども。でも確かに、あそこ本当もう少し、ね、大きくしていただきたいなという確かありますよね、多分ね、沖縄の那覇の国際線が出た方々は多分、あ、感じるだろうなと思うんですね、それとかね、入ってからレストランがなかったりですね。あ、確かに、ね、だからね、入る前に食事して入らないといけないと、うん、そうですそうです。で、ね、中入るともう自動販売機しかないですよね。そうなんですよ、食べ物がないんですよ。本当ですわ、ですから正直言ってね、やっぱり成田とかね、他の羽田の国際線もそうなんですけども、入ってもね、ゆっくり食事があったり、いろんなね、フランチャイズがあったりですね、はいはいはい、やっぱり沖縄もそうじゃないとですね、やっぱりハブとは言いづらいでしょう ね。私がだからミミズっていうのは中澤氏はご覧になった当たりですね。はい、で本当そうですよね、やはり、イメージ今お話伺ってて本当に確かに中国とか東南アジア、私も先日東ティモールっていうところに行ってきました。渋でましたけど ODA 等でですね、はいはいはい、作られた空港で、Yes. あれとあまり変わらない正直なところですね。いや本当に国際線は国内線は立派ですよ、国際線はやっぱりですね、お粗末ですよね、本当にちょっとプレハブでね、ワンテーブルだけですしね、まあ、そういう意味では本当にこうちょっとここ頑張ってそうですね、やっていただくことでね、海外の受け入れを増えるんじゃないかなと思います。そうですね、実は3年後に、今の国際ターミナルを、大きくするんですけども、そうですか、はい、ただですね、今ちょうどね、図面を今書いてる最中なんですよ、はいはいはい、ですから設計者にはっきりとこの電波を借りましてですね、この辺こうしてくれよということをね、いうことによってやっぱりいろいろ直してくれるんじゃないかな。なるほど私もまあ行政に対してですね、やっぱり現在そういう関係者としてですね、はいはいはい、やっぱり言うべきことはきちっと言っていこうかなと思ってます。ですから、やっぱりそのためにもね、行政も全く分からないところもたくさんありますし、我々が協力できる部分はどんどん協力してですね、はい、あくまでも私としては沖縄県民のため、そしてやっぱり公共的な部分がありますので、やっぱりそこを、ね、そういう面ではですね、利便性がよく、そして、はい、やっぱり、愛される空港であるべきだと思うんですね、はい、ですから、まあ、最初私思った時に、常々やっぱり、海外行ったり国内行ったりして帰ってくる時に、はい、沖縄に到着した時のこの飛行機の窓から見るとですね、なんて沖縄の空港なんて何のポリシーもないのかなと、こう見てたらですね、今日読谷村役場にレンガでね、大変綺麗ですよね、はいはいはい、やっぱりそういうアイデンティティがありますよね。だから、やっぱり那覇の空港もですね、前に僕何度も言うんですけど、やっぱりああいうふうなレンガでですね、はい、独特の、まあ、言えば首里城みたいな形のですね、はい、聞くとね、言えばね、この間聞いたら宮古もそうですね、そういうところで宮古はあの花笠が、そうです、乗ってますからね、
ああいう形でですね、パッと見てね、はいはいはい、沖縄来たんだなと。なるほど。っていうイメージがね、やっぱりインパクトがね、そりゃ確かにそうで、もうあのなんかあれですよね、羽田成田も那覇空港も出て似てますからね。そうですね、コンクリートの建物ってちょっとこうインパクト薄いというか、まあ、新しい感じのイメージは、まあね、名古屋とかもいろいろこうあるわけなんですけども、うん、それにやや似ていて、まあ、どこの空港も似たような感じかな。そうですから沖縄にね、やっぱりシンボルマークあってもいいんじゃないかなと。やっぱり海外の中で、うんうんうん、オーストラリアってオペラハウスですよね、イメージ的な。 ありますね。そうですね、はいはいはい、でアメリカサンフランシスコだったらゴールデンブリッジがあって、そうですね、イメージがありますね。それぞれの空港の中で、ね、沖縄でいうとやっぱりこう、やっぱり今おっしゃるようにあの首里城ですかね、うん、のものやっぱり、ね、いろんな大通りとかあるんですけど、うん、建物やっぱり首里城ですけど、ね、やっぱり空港のイメージもージ、ね、やっぱり観光立県の沖縄としては、はいはい、やっぱり玄関からあってほしいなと、うん、やっぱり沖縄は南の玄関ですから、うん、海外の中でも東南アジアからはやっぱり一番多い、はいはい、入ってくるのは沖縄ですよね。台湾からしてもですね、はい、まあ香港からにしろ、東南アジアから来るお客さんがまず南玄関に入るのは沖縄ですから、うん、やっぱりそういうゲートはですね、やっぱりきちっと、うん、どしっとやっぱりやってもらいたいなと思います ね、 なるほどね、うん、私もいつも思ってるんですけどね、あの那覇空港よく行ったりするとこう、うん、空港ロビーで その BGM とかがあのなんか、三振の音色で ね、 いいですね、できないかなとかね、はいはいはい、沖縄に来たなっていう感じがするじゃないですか。あの、ね、ハワイがね、うん、ハワイアンウェイで流れてますよ ね、 そうそう流れてますよね、イメージがありますね、ウクレレみたいなね、つい最後沖縄もこのハワイアン多くなってますね沖縄風のハワイアンが出てみてみて、沖縄風のハワイアンが多くなって三振でハワイアン作るとか、あのうちのですね、ええ、あのスポンサーでですね、形状屋さんっていうのがあるんですけども、ここがですね、あのアルベルト白間さんなんかが依頼を受けてですね、三振とウクレレの相中の商品を作りましてね、面白いね、サンレレっていう商品を持ってますよ。へえ、はい、弾いてみたいですね、音楽の音色を。三振みたいにあのカツンカツンっていくんではなくてですね、ウクレレみたいにベッちょっと一個柔らかいわけじゃなくて、うん、その中間層でやっぱりなるほどです、ね、いい音出しますよ、うんうん、そういうだからそういうのを本当ね、うまくこう使っていってもいいかもしれませんね。確かにおっしゃるようにね、うん、やっぱり空港の中で三振が少しずつ流れてね、うん、あの BGM 流れでもっといい感じ出るかもしれないですね、はい、なんかあのピンポンポンみたいなのがあるじゃないですか、はい、あのも三振でトゥンテンテンみたいなわかりました。その辺使えるものはきちんと私の方でですね、関係者の方に行っていきたいなと思っています。怒られるかもしれませんよ。ちょっとそこはちょっと違うんじゃないかなですね、はい、まあまあそこで余談はそれぐらいにしまして、まあいろいろとこうね、やっぱりこう海外から見るとやっぱり那覇空港やっぱり玄関、表玄関ってそういうハードの面、まあ、またもちろんその入ってからのこともいろいろあると思いますけども、まあ、今日はね、エアエクスプレスの国枝社長、まあ、空港関係ということもありまして、そういう話を伺っているわけなんですけども、まあ、この空港もね、ちょっとこう沖縄のアイデンティティを入れていくことが、ね、やはりこう観光客側からするとイメージ、はい、そういうものがインパクトが ね、 インパクトがね作れるんじゃないのかなという話をされておりましたけども、まあ、先ほどもこうお話をされておりましたが、こう今現在はその路線としては4区間がこう飛んでいるということがありますが、それ以外にもなんか先ほどちょっと言ってました北京とかも、はい、あの実は6月にですね、うん、北京線も飛びたいというプログラムチャーターとか、はい、シンガポール、バンコク、うん、いろいろ実は出てるんです、ただ今あのなんて言って受け入れがまだきちっとできない、やっぱりその部分でですね、はい、まだまだ、整地されてないもんですから、これまた行政そしてまた関係者と話しながらですね、今後3年間その間どうしていくんだというのも今後検討の余地のあるところだと思います、うんうんうんね、まあ、今年は、世界のウチナンチ大会が、ねね、10月に開催される予定がありますけども、そういう意味ではやっぱり海外から、ね、お見えになる方々にとってはあの、まあ、また話戻りますけどあの国際線を利用されることが多くなる、でもあの空港からはほとんど少ないんじゃないですか、おそらくほとんどやっぱり結果的にもね、無理だと思いますね。ですからほとんどがもう成田とか関西から、はい、本当は沖縄で僕は迎え入れたいなと思うんですけどね、直接ね、はい、まあ、でもね、まあ、こういういい機会、絶好の機会ですので、いかにその時にですね、沖縄の、ね、今おっしゃるようにやはりこううちのアンチのこう魂みたいなものアイデンティティをですね、そうですね、こう彼らに植え付けて帰っていただけるかっていうのがうこの大事な10月のうちのアンチ大会かなと。そうですね、リピーターも増やすのも原因もそれも大事、そうですね、まあ、そこら辺では、国枝社長のところもエキスプレスも、このうちのアンチ大会の時はもうお忙しくなるみたいな。そうですね、はい、おそらくサポートに入るだろうと思います。やれる分のはね、理想関係ではね、協力していきたいなと思ってます、はい、そうですか、はい、
じゃあ最後ちょっと後半になりますけども、ええ、社長まあ、いろいろとこう今外的な話も伺ってきましたが、はい、ちょっとここは私個人的に、うん、エアエクスプレス株式会社として今後どういうふうに展開されていくのかなと、はい、今こういうハンドリング業務とかを、ね、はい、なされてるっていう話もされてましたけど、はい、ちょっと遠目に見てですね、未来像をちょっと語っていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、これ今後ですね、やっぱり国際線を作るためには我々民間だけどうしようもない部分なんですね。やっぱり先ほど言った公共的な部分ありますので、はいはいはい、やっぱり行政の力を借り、そしてターミナルの力を借り、第三セクターで私自身としてですね、那覇空港ハンドリング株式会社を立ち上げるべきじゃないかなと、なるほど、そうすることによってですね、いろんな形の就職の場もありますけれども、ただ今の状況じゃ、まあ、正直言って民間の JAL アナさんだけの対応だけじゃ、やっぱりオール沖縄としての沖縄独自の、はいはいはい、そういう受け入れの会社があれば、県も含めてですね、今後ますます沖縄の国際線は発展していくんじゃないかなと思うんですけども、まあ、3年後それを私としてはですね、この新しい新会社を立ち上げたいというのが本音ですね。なるほど、まあ、確かにこう受け皿となる、そのゲートウェイになる会社があると、そこがメインになってこう行政と、はい、それから、地域 の, その旅行会社も当然ですけども、はいはい、そういうところと航空会社と、はい、その情報を一括集約してその受け入れ体制をやるという、そういう会社があるべきではないのかなと。やっぱり国際線というのは、ね、公共的な部分が大きいですよね。そうですね、まだまだね、まあ、バスと一緒でですね、うんうんうん、やっぱりそういうところをやっぱり行政も一緒になってですね、僕は民間委託だけじゃなくて行政も一緒になって、考えるべきじゃないかなと思いますね、まあ、ある意味こう行政のやっぱりこうパワーっていうものを保持しつつ、その民間の考え方などを取り入れられるようなやり方でしていかないとということでね、確かにこんなちっちゃいところではね、別々で、はい、行政これやってください、民間はこれやってくださいみたいなやり方では、もう世界から見るとなんでこんなちんけなことをやってるのみたいな、おっしゃる通りです。やっぱり大きなものを作るときにはやっぱり一緒になってですね、みんなで知恵を出してね、はい、やったらもっといいものができるし、もっと素晴らしい、世界的な、ね、受け入れができる体制もきっちりするんじゃないかなと思ってます、まあ、そういう中では、そういう新しいまた部署ができるとそこに雇用も生まれますし、そうです、おっしゃる通りです、みんながそういうことをちょっと考えていかないとね、はい、この不況というかこういう状況を脱却できないんじゃないのかなと。そういうことですね、確かにですね、その辺はどうですか、こう今いろいろこういろんな都合をつけられていると思いますけど、こう射程距離でいけそうですか。そうですね、これはやっぱりもうやる気でしょうね、社長と一緒で。なるほど、ね、で山があれば乗り越えますよね、あ山があるか登る、登山者よく言いますね、なぜあんたは山に登るのって言ったら、山があるか登るんだ、うん、僕も山があるか登るんですよ。なるほど、挑戦してみたいと。挑戦チャレンジですね。いや社長は失礼ですけど、お年はおいくつでいらっしゃいますか。見年ですので57ですか。あ本当ですか。あれ社長僕見年ですか。そうですよ、私って人前ですね。え私ですよ。そうですか、え、はい、偶然だね。あそうびっくり。あらら、あそうですか、見てたら同級生に見えるんだけど。いやまたもう何をおっしゃいますか。いや私もこう12年後には国社長みたいな、もうこうガツッとこう夢を持ってものが言えるような人になってみたいなと思うんですけど、今もう夢なく喋ってるだけみたいな感じになってますけどね。いやそうですか、はい、あでもまだますますこう挑戦しつつ、はいね、常にチャレンジですね、常にチャレンジ、はい、先ほども話されてましたね、チェンジ、チャンスという話をされてました、そうです、もうそこにこうチャレンジが加わって、そうです、なるほど、CCC で、CCC で、なるほど、いやそのなんか楽しいですね、うん、夢を持つ話を聞けて、あもう幸いです、じゃあ、もうエンディングになります、コマーシャルです。はい、
はい、お送りしておりますインタンジャー出番ですよ。エンディングとなりましてですね、うん、今日のゲストは、那須前島トマリン、あ、ね、あ、これ違うね、山下町、ごめんなさい、はい、山下町ですね、丸高ビル、もう空港に行くところ左側のね、資生堂の横ですね、はいはい、そうそうそう、はい、目立つ、私もあのお邪魔させていただきましたが、うん、あの辺は結構こう高台で、もしかすると社長室ぐらい高いところだったら、ラジオ聞けるんじゃないのかなと思いますけどね、おっしゃる通りで結構、はい、で通るんですよ、高いところをね、通ってるんですよ、うん、昨日私もちょっとね、あの検索で見たらね、うん、はい、実はそれ聞けたんですよ。あ、そうですか、はい、あ、結構あの新都心とか、あの首里石峰あたりでもね、ラジオ聞いてる方々も結構いらっしゃいますのでね、はい、まあ、まあ、社長のところに会社に伺う人はあまりラジオ聞いている人ではいないと思いますけどね。いやいや、わかんない、わかんない、これ今後これを中心に聞くかもしれないしそうですね、これはもう、はい、面白いなと思ってますよ。本当な空港とかでね、ハンドリング業務、この航空券のね、その手続きとやっている、会社でありますので、特に国際線になるとね、はい、クネッシュのところでエアエキスプレスのスタッフさんがねやってるということでありますのでね、玄関業務担当しております。こういう仕事してるんだっていうふうにね思っていただければいいかなと思います、はい、さあ、いろいろとこうお話を伺ってまいりましたけども、お名刺をですね拝見しておりました、そのお名刺 の, 一緒にですね、私あのカードをね、はい、社長からいただきました、はいはい、心というカードでお持ち、これはなんか社員の皆さん方が皆さん持ってられるということで、そうですね、はい、実は私が社長になった時に風林火山っていうのを4年前、5年前ですか、はい、にまず会社の目標と掲げ、うん、風林火山で、まあ、私の風林火山は私の例えでこれやってますけども、まあ、1年目は新しい会社に風を吹かすと、はいはいはい、で2年目の、風林の林は、はい、人材の育成の林ですね、林道の林、うん、でそして火は燃えるような仕事をしよう、で山はどっしりした会社にしようということで、私独自の風林火山を立ち上げまして、うん、はいはいはい、で実は、それが去年できまして、うん、はい、そして、事務所を移転し、うん、で今度は、やっぱりもうできましたので、じゃあこれから何が大事かというと、うん、やっぱり上層教育だと、これからのことは、ですからやっぱり私の代わりになって皆さんが社長になる気持ちで上層教育してるためにも、やっぱり心からまずやっていかなくちゃいけないんじゃないかなということで、私自身含めて自分に言い聞かせるようにこれを作ってるのも事実でございますなるほど、ね、先ほどから常にチャレンジ精神旺盛ですので、常に心を忘れずごとくということで、おっしゃっております、はい、社是に人と地域の連携を世界に、そうです、そして社訓に一人一人に再生をと、おっしゃるとおりでございます。すごいですね、こんなのが言えるような会社にしたいですね私も頑張りたい、まさにその通りだと思いますよ、いやいや、でもまた後ろちょっと、ね、はい、拝見しました、ご自由ちょっとこれご紹介いただきたいんですけども、はい、これはね五条忠って言って、うん、暴言主張しって言ってですね、暴は表情ですね、暴は表情ね、はい、で言は言葉遣い、はい、詩は眼差しですね、眼差し、うん、そして蝶はよく聞く、人の話よく聞く、そして死は思いやりと、これは実はですね、はい、近衛聖人中江東樹先生の言葉なんです、うん、これ文部省選定 で, でビデオもこれ実はありましてですね、そうですか、職員にまずこのビデオを見せましてですね、うんうんうん、これ武士の方なんですけども、やっぱりとても心のきれいな方で、そして、人から町の人から人し親しわれ、大学はそこの町のリーダーになっていくという方なんですけれども、はい、ぜひ多分これビデオ見られますとですね、はい、本当に涙が出るほどとっても心が洗われるような気分にさせてもらいます、暴言主張し、そうです、今日はもう最後にいい言葉をいただきまして、はい、いい、はい、こう世界中にこの言葉を発表させていただきまして、ね、今日の良き日、会社の設立記念日34年のですねおっしゃる通り、はい、この日に、暴言主張しということで、はい、表情、言葉遣い、眼差し、よく聞く、そして思いやりということで、うん、まさしく、まあ、上層教育、まさこん、まあ、我々の頃とまた違う時代になったのかなと思ったりもしますけれども、うん、なかなかこう若い世代が、こう今お話のように表情であったりとか言葉遣いであったりとか、なんかこう
アナログからデジタルの時代ということをよく表現されますけども、はい、そういうものを少しこう振り返る部分で、うん、人間味あふれるその上層の部分をしっかりと社内の中で教育しなければならない今、まあ、環境にもあるのかなというのも、ね、ちょっと本来はこう家庭で ね、こういうのが出来上がるべきだと思いますけどね。おっしゃった通りでね、うん、実はうちも自分に言ってるのもよくお家でですね、学校もそうだと思うんです。うん、そうそうそう、学校現場も常にそうですよね。これ、ね、全てのこと青少年育成に対しても言えることだろうと思うし、うん、はい、これやっぱ永遠のテーマじゃないかなという感じするんですね。ですからやっぱり子どもの教育もしつけも必要ですけども、じゃあ学校の先生方に任せるかというそういうわけにいかない、うん、ね、家庭だけに任せるか、はい、会社だけと、うん、そうした場合にもうやっぱり自分で、うん、ね、やらなくちゃいけないんじゃないかなと、うん、自分の子どもで、まあ、会社の子っていうのは自分の子と一緒ですから、うん、そうですね、やっぱりそれをやることによって、うん、やっぱりそれを後ろ姿を見せることによって子どもたち、まず社員も、はい、やっぱりそういう豊かな心になるだろうと思って、うん、私はあの、月に1回第4金曜日に、はい、まあ、県の清掃、全体清掃を道路清掃を今やってるんですね、山下町で、はいはいはい、これもやっぱり一つの一環としてですね、うん、やっぱりあのまあ、あの一日一年じゃないんですけども、やっぱり健康県の観光立県に携わるものとして、はいはい、やっぱり何か僕は自分がですね、タバコをやめたもんですから、6年前、タバコの吸い殻を取る意味で、 ある意味で懺悔の気持ちで今やってまいりました。これまでのね、はい、そうです、長い間なるほど、理にかなってますねなるほど、そうですか。そういう形で全体清掃ということで、ね、うんうん、会社職場に、ね、はい、やっているんですけども、そうですか、自分は本当は懺悔なんですよ、ここで白状しますとこれ職員の方が見る可能性が十分ありますのでねでもね、そういう本当にこう素直なお気持ちを、ね、持っておられる国吉社長なんですけどもね、うん、まさに今日が、会社のですね、エクスプレス株式会社の会社設立記念日ということもありまして、はい、まあ、34年目そうですね、ね、1978年から、そうです、はい、そして、今最後にね、いただいた言葉がこの設立記念日に本当にこうふさわしいお言葉をいただいたのではないかなと思います。いいえ、暴言、うん、視聴し、はい、この言葉、まあ、今度はちょっとネットにでもですね、ちょっと私たちブログの方に今日社長の言葉としてですね残しておきたいなと思いますので、はい、これは世界的に通用する言葉だと僕は見てますけどね。本当ですよね、うん、もうこれはもう本当におっしゃる通り本当に人間の、上層の部分のものですので、これはもう本当に誰しもが、当然、正すべきことではないかなと思ったりもいたします。じゃあ社長最後になりますけども、はい、まあ、まあ、あと1分ちょいぐらいですか、はい、ラジオ聞いている皆さん、ネットをご覧の皆さん方に、まあ、34年の節目として、はい、一言だけちょっとご挨拶いただければと思います、はい、ありがとうございます。では、まあ、こういう機会を与えてくれまして、まず中津さんありがとうございます。感謝でございます。ありがとうございます。でまたこれからですね、私自身、はい、また県民のために今後いろんな形でですね、やっぱりこの電波を借りながら、知恵を借りながら、そして新しい会社の立ち上げ、そしてまた、国際の空港の玄関の、うん、まあ、携わるものとしてですね、常にチャレンジし、そしてまた、そのいろんな方々の声援を受けながら頑張っていきたいなと思ってます。で特にまた東北震災で大変苦労なさってる方、うん、それぞれ奉仕なさっている方、本当に感謝申し上げます。我々もできるだけ協力ができるのであれば、うん、いろんな形でですね、協力していきたいなと思っています、うん、今できるのはやっぱりその心から感謝が大事でしょうね、うん、常にやっぱり感謝を持って、そして仕事できる自分にやっぱり感謝したいと思います、うん、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、チェンジイズチャンス、私たちもぜひね、この機会に頑張っていきたいなと思っております。今日のゲストはエアエクスプレス株式会社代表取締役社長であります国吉明さんです。どうもありがとうございました。いえ、こちらこそどうもありがとうございました。